山本門兵衛の初陣は薩英戦争である。この時、わずか12歳。戊辰戦争も、年を2つのばかして16歳で従軍している。若干若すぎる感じがしないでもないが、それにしても凄まじい戦歴ではある。後に海軍大臣となり、日本海軍の近代化を推し進め、日露戦争に必要不可欠とされた66艦隊を編成させる。そして、日本を勝利に導く日本海軍の父である。そんな期待の人物のはずの山本の若い頃の話である。彼は海軍兵学寮時代、薩摩グループの首領として、毎日を喧嘩三昧に明け暮れていたという。その隣には義兄弟と言うべき日高総之丞や上村彦之丞、後輩の伊集院五郎など、そうそうたるメンバーを従え、万風漂う校内を闊歩していた。この頃の海軍兵学寮をなぜ万風漂うと表現するかというと、その生徒のほとんどが戊辰戦争を戦ってきた兵士たちであり、戦場の興奮は未だ冷めやらず、荒々しく己の自己顕示欲を発散させていたからである。歴戦のマスラオたちは戦場を知らない教官に対して従順になれない苛立ちがあったのだろう。彼らが必要とされた動乱の時代に終止符が打たれ、明治という新しい国家が誕生すると途端に、彼らは路頭に迷ってしまったのだ。その若さでは維新の功労者として新政府に参画できる序列の外であり、士族階級も消滅してしまった新時代に、将来への不安を増幅させていったのだろう。山本自身もそのことに相当悩んだようだ。本気で相撲取りになろうと決心するのもこの頃である。戦友の日高総之丞と共に相撲部屋への入門を試みている。ここで断られていなかったら日露戦争の勝敗はどうなったかわからない。18歳の山本は急してしまい、大先輩の西郷隆盛を訪ねた。この時、西郷はこれからの日本にとって海軍がいかに重要かを諭すと、山本を勝海舟に紹介する。18歳の山本に対して、まるで自分の子供のように、海軍に入りたいのかね、と勝は優しく言った。そげんでごわす。おいどんは薩英戦争を目の前に見もして、海から攻める敵は海上で撃退せんと息もはんと思いもした。そいで海軍に入る決心をしもしたので、勝先生、よろしくお願いしもんど、と気負い込んで懇願した。すると勝は軽い調子で、海軍は陸軍とは違ってね、技術的なことが難しくて、海軍修行は大変ですよ、と言い、海軍は大変だから、若いうちに諦めた方が良い、と優しく諭すのだった。山本は、重ねて懇願した。しかし、勝はなかなかうんとは言わなかった。山本は、その次の日もその次の日も勝の元を訪れた。山本は10日でも1年でも海軍入りを懇願するつもりだった。勝先生、また相談に参りもした。先生のおっしゃることはよくわかります。じゃどん、おいどんは西郷どんから海軍に入れち言われもすんで、新田海軍に入りたいんでごわす。そこまで言われると、さすがに勝も山本の懇願を無下に断れなくなった。そんなに熱心にやる決心ならば、海軍に入んなさい。私の家へ来て勉強してごらん。海軍に入ると洋学も大切です。数学も一生懸命に勉強せんとなりません。と海軍に入ることを許したばかりでなく、その夜から山本は勝の食客となった。こうして山本は築地の海軍兵学寮第二期の卒業生となる。日本の本格的海軍教育は1872年に開設された海軍総連署が原点だが、その翌年に海軍兵学寮、海軍兵学校の前身が開設され、第一期卒業生はわずかに2名。ようやく山本の頃、17名の卒業生が世に送り出されることになる。海軍軍人として歩み出した途端に、西南戦争という大事件が勃発する。その時、ドイツ軍艦に乗船してはるか洋上にあった山本は、恩師、西郷隆盛の秘宝を知るのである。これからの日本には海軍というものがいかに重要かと語ってくれた西郷のあの日の姿がまぶたに焼き付いていた。そして、運命は海軍軍人、山本門兵衛を意外な方向へと向かわせていくのだった。それは亡き西郷隆盛の実弟、西郷嗣道との出会いであった。日本海軍の父という山本の偉業の第一は、西郷嗣道海軍大臣の下で刊行した海軍大リストラである。日進月歩の海軍技術にそぐわない明治維新功労者の存在は、海軍の組織構造に大きな無理を生じさせていた。階級は大佐だが、今でいう海軍次官という立場にあった山本には、どうしても断行せねばならない最重要案件であった。ここで西郷嗣道との絶妙なコンビが結成される。西郷は己が認めた有能な部下に全てを一任するという薩摩型リーダーの典型タイプであり、その部下の行動がやりやすくなる道筋と根回しに専念し、その責任は全て自分が負うという人物だった。この西郷も薩摩閥など百害あって一利もないと考えていた。ただ一点、そのリストラ名簿に東郷平八郎大佐という名が西郷を躊躇させる。西郷はこのリストを見ながら山本に赤鉛筆で丸印をつけさせていた。最後の東郷平八郎のところに来て、山本ももう少し様子を見ましょうと言って丸をつけなかった。それは後に海軍大臣となった山本が日露開戦直前、周囲を驚かせる連合艦隊司令長官東郷平八郎誕生への大いなる伏線となっていく。明治政府はもちろん、軍隊においても反発の弊害は大きかった。
その一つが薩摩と長州の対立である。薩摩藩人脈は維新の動乱でその多くの人材を失った長州と比べて大きな勢力を有していた。特に軍隊においては絶大と言ってよかった。ところが西南戦争によって薩摩は二分され、力は半減してしまう。その影響力も陸軍では発揮しづらくなっていた。その機に乗じて長州の山形有朋は趙の陸軍を構築させてしまう。そこで薩摩は海軍に活路を求めた。しかし当時の軍の概念では陸軍こそが軍の核であり、海軍はその一部門であるという認識が強く、事実そういう構成になっていた。これは日本という島国が海外遠征というものをその歴史の中でほとんど経験したことがないことにもよる。しかしすでに内戦の歴史は終わり、明治という外圧に脅かされる時代は始まっていたのである。アジア諸国が列強の植民地の草刈り場となっていたこの時代に、日本の海軍の役割には大きいものがあった。ところが陸軍は海軍というものを大陸への輸送手段としか考えていない。日露戦争において陸軍指揮下での作戦行動では無意があり、支障をきたすという切迫した事情があった。そうでなくても海軍自体の運用を海軍を理解していない陸軍首脳部に任せることはできない、というのが山本の考えだった。時の陸軍の実力者は薩摩の川上総六である。日清間に風雲が立ち込めてきた頃、ある閣議で耐震戦略が話し合われた。西郷に出席を命じられた山本はこの席で川上を相手に一歩も引かなかった。制海権の重要性を説き、陸海一体となって戦わなければならないと一同を唖然とさせた。海軍の意見を聞かずに勝手な作戦を立てる陸軍に対して、陸軍だけで戦えるなら陸軍の工兵隊で日本と朝鮮の間に橋を架けたらうまくいくだろう、と川上を相手に啖呵を切った。耐震戦略について山本と対立した川上も明治の器量人であった。山本を陸軍に呼び、陸軍首脳の前で講演させ、陸海の歩調を合わせる努力をしている。その後陸軍の参謀本部の中にあった海軍の軍令部を独立させ、陸守海従の組織を大きく改革させている。このことは一見したところ単なる行政改革の一つぐらいにしか思えないが、明治新政府樹立以来培われてきた軍体制を覆すものであった。陸軍と一線を交える覚悟がなければできないことだった。日本海軍の近代化はこの山本の蛮勇があってこそ成り立った。間もなく勃発する日清戦争では陸海一体となった作戦が取られ、計り知れない効果を上げたと言われている。日清戦争に勝利した日本は一躍国際社会に知られる強国グループの仲間入りを果たす。軍務局長になった山本は国民の支持に支えられて六六艦隊計画を打ち出す。戦艦6隻、一等巡洋艦6隻を中心とする大海軍計画である。こうして日本海軍は総計で2万トンという当時の世界では第一級の装備を持つようになる。山本は日清戦争の開戦前から日本海軍部内で流行していた魔藩の制海権についての論説に触れ、その重要性を認め、日清戦争の戦略樹立を通じてそれを日本の国家戦略の柱とした。山本はその後もこの制海権に基づく海軍戦略を重視し、海軍主要の目的は海上の権を制するにあり、と述べている。この海上権に基づく戦略発想が山本の世界観を成したことは、海軍大臣時代の閣議や理解等での発言でしばしばこの言葉が現れることからも容易に推察できる。以上に見る通り、山本門兵衛は有能な人材を登用し、かつ海軍の制度や組織、艦船や兵器、教育等のあらゆる面で創設や改革を重ね、かつ強力な同盟国を得ながら10年間でロシア海軍に十分対抗し、これを打破しうる海軍を育成していった。これはロシア海軍を仮想敵国とした遠大な構想に基づく極めて仁義にかなった措置であったといえよう。そして最後に日本艦隊の戦闘における最高指揮官として東郷平八郎を抜擢したことは、彼が卓越した人物眼の持ち主だったことを示す最大のエピソードといえる。当時の東郷は病気がちで、特に武勇指揮権が高く評価されていたわけではなく、予備役に編入されるという観測も一部で行われていたが、山本は東郷が物に動じない性格であり、かつ日清戦争時に見せた国際法への通行ぶりなどを評価し、常備艦隊長官に推挙したのである。ついで気略に富む加藤友三郎を参謀長に配し、独創的な戦術家秋山実幸を作戦参謀に置いた。山本の絶妙な人事であった。人の持つ運までも見抜き、抜擢し信じ抜く、近代日本で最強の組織を作り上げた真のリーダー山本門兵衛。山本を見てると、太平米戦争を前にしてかのような首相が日本にいたなら、となんとも空虚な妄想をしてしまう。